1号艇白石武選手にお話伺います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まずモーターですが、51号機全権気配としてはどう感じました？瞬点いいかなと思ったんですけど、遠くに行ったら当てないなっていう感じで、ちょっとプロペラがゾーンに入ってないのかなっていう感じがします。はい、ではまあもらったところからだいぶ叩き替えてと、叩きながら今乗ってて、まだちょっと分かんないですね。はい、さあ、そんな中でのスタートなどは見え方どうでしょうか？はい、昨日風すごいきつくてむちゃくちゃ速かったんで、ちょっとまだバシート全速でいけるタイミングはつかめてないんで、今からしっかりつかみたいです。この時期の桐生のイメージなんかはありますか？いや、特にはちょっと分かんないんですけど、好きな水面なんでしっかり合わせたいです。近況のリズムはいかがでしょうか？2節連続ユースとなっております。悪くはないと思うんで、しっかりプロペラの方を合わせたいと思ってます。さあ、それでは最後にゲストの皆様に一言お願いします。はい、いつも応援の方をしていただいてありがとうございます。今節も最後まで集中して気合い入れて頑張るので、応援の方お願いします。2号艇渡辺雄一郎選手にお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、手にしました34号機ですが、前回の輸出モーターになりますが、はい、手応えいかがでしょうか？そうですね、まずまずいいんじゃないでしょうか。プロペラの形なんかもそれでいけそうでした？ちょっと僕の持っている形と違うので、ちょっと昨日終わってから叩き替えました。その後どうでしょう、いい雰囲気になりそうな気配は？そうですね、はい、似たようないつもの手応えになってきたと思います。それは、特徴とすると、バランス取れてね、全体的に伸びも出足もいいかなと思います。スタートなんですが、桐生の水面のスタートいかがでしょう？ある程度分かってるかなと思います。この時期の冬の桐生のイメージは？ちょっと風が苦手なのでね、できたら落ち着いてほしいなと思ってます。近況ですけれども、前々節には優勝もありましたが、ナイター玉氷でした。そうですね、はい、リズムはいいかなと思います。それでは最後にゲストの皆様に一言お願いします。一節間素晴らしいレースをしたいと思います。応援よろしくお願いします。3号艇大場元明選手にお話伺ってまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、手にしましたのは14号機ですが、全権どんな印象ですか？そうですね、前乗ってた人もレース見てたんで、出てる感覚はあったんで、本来はしっかりしてると思います。はい、女子レーサーになりますけれども、その辺の違和感っていうのはなかったですか？そうですね、去年1月ここ走った時の感じのペラが前節良かったんで、もうそろそろ使えるかなで、はい、ちょっともう叩いていきました。はい、この時期の気流というのは、先ほど言われたように、前回使った形。そうですね、気温が低くなれば大体調整伸びとか感じずっと良かったんで、この時期から、自分も調子上がってくるかなと思ってます。ドリーム戦は3号艇になりますけれども、メンバーなども踏まえてどうでしょう？それ最近12レース乗ること多くなったんですけど、大敗してるんで、なんとかレーンに絡めるように、短期間なんで大事にいきたいとは思ってます。それでは最後に一言お願いします。スタート集中して、いい結果残せるように頑張ります。よろしくお願いします。4号艇の野永瀬正隆選手にお話伺います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、まずモーターについてですが、23号機の感触はどうでしょうか？全権としてはいい感じだったんで、合格点だと思います。どの辺にいいところを感じましたか？なんか行き足関係は良さそうな気がしたんですけどね。近況のご自身のリズムとしては？あんまり良くはないですね。さあ、今日は2回走りになりますけれども、まず1走乗ってみてからまた作業を考える形になりますかね？そうですね、レース合わせはちょっとわからないんで、前半乗ってからだと思います。スタートに関してなんですが、無理できない中でいかがでしょう？その分なんかね、行き足から伸びは良さそうなんで、ちょっと余裕は持てるかなとは思ってるんですけど。最後にゲストの皆様にお願いします。そうですね、エンジン的には文句なしだと思うんで、あとはレース足がどうかとは思うんですけど、なんとか優勝できるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。5号艇の寺田翔選手にお話伺います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。今回は22号機を手にされましたが、全権の感じ、特訓なども含めてどうでしょうか？まずまずですかね、悪くはない感じですね。はい、プロペラの形はもらった状態でどうでした？それでまずまずいってたんで、ちょっと叩いて、はい、今
ちょっと合わせてみたいと思います。スタートなんかはどうでしょうか。スタートもねまだちょっと何とも言えないんですけど、まあそれなりにそうですね早めに掴んで、はい、しっかり決めたいと思います。桐生のイメージは何かありますか。前回まあ、散々な成績で終わったんで今回はねバシッと、はい、走りたいと思います。近況のリズムご自身ではどう感じてますか。まあ、ここ1年ぐらいずっと悪いんで、そろそろどうにかしないといけないですね、はい、では最後にゲストの皆様に一言お願いします。はい、精一杯走ります。お願いします。6号艇君島修造選手にお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。さあ13号機黄色プレートがついていますが、はい、印象はどうでしょうか。そうですね、乗った感じは悪くないですね、はい、何か特徴的なものはありますか。出足関係が良さそうな気はするんですけど、まあ、とりあえずちょっとレース行ってみないとそこは分からないですけど。プロペラの形ですが前回乗った方とはどうでしょう。自分のゲージとよく似てたので、まあ、合わせやすいかなという気がします。スタートですけれども乗った感じいかがでしょう。ちょっとやっぱ早いので、まあ、そこちょっと修正していきたいなと思ってますけど。桐生のイメージは何かありますか。そうですね、まあ、ちょっと今日乗った感じすごいやっぱちょっとボコボコ乗りにくい感じがあるので、まあ、そこをちょっとどう克服できるかかなと思ってます。はい、近況のリズムはいかがでしょうか。あんまりいいとは言えないですね、はい、最後にゲストの皆様に一言お願いします。今節一生懸命頑張りますんで応援のほどよろしくお願いします。